とこちらの文献についてというのを紹介します。と、まあ、文献の、まあ、情報については、まあ、こちらを見してください。と最初にアブストラクトです。まあ、この研究は、まあ、その NMT の、まあ、まあ、研究なんですけれども、その NMT が急作するときに、まあ、普通だったらこうもうデータが最初にあって、まあ、そのデータについて、まあ、ペアデータのペアについてまあ学者するんですけれども、まあ、今回のこの研究ではその NMT の、 その、まあ、学習していく上でその NMT のモデルっていうのがそのまあそのまあ分の内部表現ですね、NMT のモデルの中における、まあ、内部表現っていうのをが、まあ、NMT が獲得するんですけども、まあ、その獲得されるその内部表現っていうのを用いてそのクルネデータをこう選択していく。で、まあ、逆にその選択していったデータを使って NMT が学されるっていうようなそういう自己教師あり学習っていうのを提案しています。で、その学習、その内部表現の学習っていうのは、まあ、その学で、まあ、データをまあ学習させることによってこうできるんですけども、そのデータその学習させるデータの選択っていうのはその NMT のまあモデルで行うっていうような、そのお互いがそのお互いをまあ学習させるっていうか、まあまあ、そういう強化させるようなことをやっていて、まあ、それはもう並列データなしでその学習がこう行われていくっていうような感じになっています。で、まあ、この手法っていうのがこう言語に依存しない、まあ、手法になっている、かつその、まあ、提案している、手法っていうのがその追加にハイパーパラメーターを必要としないっていうような特徴があります。で、次にイントロダクションです。まあ、ローリソースな NMT っていうのについてまあこう説明していて、まあ、普通 NMT っていうのはそのまあ高品質なまあ並列コーパスっていうのにまあ依存している手法になっていて、で、まあ、なんかこれっていうのはまあまあ大多数 の、 その低資源なその言語ではこうそういうのは存在しないんで、こう NMT はちょっと使いづらいっていうような感じになっていて、まあ、その NMT でいろんなこういう言語を含めてカバーするためにはその教師なし手法、まあ、教師なしの NMT だったりとか、あとそのまあ並列データっていうのを、まあ、がない状態なんで、それをまあ抽出してきて、まあ、NMT を学習するみたいな、こういうようなことをしてやらないといけないっていうのをやっています。で、それに対して、まあ、彼らのアプローチっていうのはその、NMT モデルっていうのがその、まあ、ある分ペアがその、翻訳の学習においてそう有用かどうかっていうのが判断できるモデルなんじゃないかっていうことをまあ前提としていて、で、まあ、それによってその NMT NMT 学習するときにその機械翻訳の学習っていうのと、あとそのまあ言語横断した状態クロスリンガルで近い文っていうのを見つけるタスク、まあ、そのでそのこの2つっていうのをまあ相互にこう学習を繰り返すようなことっていうのを、まあ、提案しています。で、まあ、具体的な説明になるんですけども、今回その NMT っていうのは学習するときにまずそのあれですね、そのまあエンコーダーにもエンコーダーとデコーダーの両方でその何ていうんですかね、特にある言語用のエンコーダー、ある言語のデコーダーとかじゃなくて、その、まあ、ある言語かある言語の翻訳するときに、そのどちらも、どちらの方向でも同じ共通のエンコーダー、デコーダーを使うっていうようなことを、ような NMT のモデルっていうのを、まあ、考えます。で、まあ、これは、まあ、どうやってやるかっていうと、まあ、これは、まあ、従来の研究にあるように、その、入力文に、まあ、目的言語のタグっていうのを加えるようなことを行っています。なんで、こう、to、何々なんかその言語名みたいなこうを入力文に与えて、入力文 の、 まああのタグとしてこう与えて、まあその通りにコードが出力するっていうようなことをやることによって、このなんかそのエンコーダーはとかエンコーダーのに入る入力とかまでコードが出力っていうのをこう
2つ の, あの両方ですね、あの原言語から ある原言語からある目的言語に学習すべきと、まあ、その逆の場合のどちらもが一つのがコーモディで行うっていうようなことをやっています。で、まあまあ、このモデルをまあベースに説明していくんですけども、まあ、今後その NMT のそのにおけるそのあれですね、さっき説明した内部表現と言われている、まあ、あの文の表現っていうのは、まあ、いくつか、まあ、考えうるんですけども、まあ、今回の実験ではその CE っていうのと CH っていうものを、まあ、文のベクトル表現として扱います、まあ、CE っていうのが単純にこれは単語埋め込みの合計したもので、CH っていうのはそのそのエンコーダーの隠れ状態の合計なんで、まあそうですね、CE、まあ、この CECH っていうのは、まあ、これは別に、まあ、モデルのまあ構造には依存しなくて、まあ、今回の実験でもこう RNN のモデルとトランスフォーマーのモデル両方をまあ実験しています。で、次にその2つの、まあ、分、あ、2つじゃない、2つの分からまあ分ペアがまあ構成されるんですけど、その分ペアをその学習データとして適しているかどうかっていうのをまあスコアリングしています。で、まあ、スコアリングするためにそのさっき説明したその分ベクトルっていうのを計算に使います。で、まあ、スコアリングの方法っていうのがまあ考えいくつか考えると思うんですけど、まあ、2つの分が近いあの、まあ、言語クロスリンガルでいいですけど、その文が近ければ、まあ、その2つはまあ同じ意味を持ってて、まあ、それを採用するみたいなことをやるんですけど、まあ、例えばそれをやるためにコサイン類似度、その2つの分ベクトルのコサイン類似度みたいなのコサイン類似度をまあ計算する方法っていうのが、まあまあ、思いつくと思うんですけど、まあ、その方法だとその式位置みたいなのを決める必要があります。例えば原言語の分ベクトルと目的言語の分ベクトルのコサイン類似度が例えば計算した 0.7 だったってなった時に、その 0.7 っていうのはそう採用すべきかの、あの学習データとして採用すべき分ペアなのかみたいなことはこうなんか式位置でなんかこう判断しなきゃいけない。例えば 0.6 を超えているから採用するとか 0.8 を超えてないから採用しないみたいな、こうそういうようなことをやる必要があって、まあその式位置を決めるっていうのがこう結構大変なことになります。例えばその言語によっても違うだろうし、まあそのまあ、そういう影響を受けるので、まあ、できればそういうハイパあの式位置っていうのはこうハイパパーみたいになるんですけど、まあ、そういうのは使いたくないっていうようなものがモチベーションとあります。なんで、今回はそのマージンベースとな手法っていうのを用いています。で、マージンベースっていう、まあ、この式はまあここに書いてある通りで、その、まあ、この画面左側のマージンっていうのが、まあ、このマージンベースあのマージンの関数ですね。で、まあ、その分子っていうのが、まあ、普通にコサイン類似を取ったもので、その下っていうのは、まあ、これ KNN ってあれですね、あの近傍探索をやってる感じですね。で、まあ、こっち、まあ、式がこっちになってようなことをしてます。で、まあ、これ結果としてはなんかどんな候補文にも近くなるみたいな、なんかそういう ある文のコサイン類似度がなんか他のどんな候補文にも近いみたいな、なんかそういうような場合にそのペナルティを課すような、まあ、式になっています。で、多分これ K、 ここに K っていうのがあるんですけど、まあ、その K っていうのはまあ過去の研究にのっとって、まあ、4を今回は設定しています。で、次がそのさっきのまあスコアリングした上でこうスコアリングする上で、まあそれをまあ採用するかしないかみたいなことをまあ判断する戦略として、まあ、この4つがこの実験あのこの研究では考えています。で、まあ、さっき文の表現としてなんか単語ベクトルの合計とかそのエンコーダーの内部状態の合計だとかっていう説明をしたんですけど、まあ、この4つのプロセスっていうのはの戦略っていうのは、まあ、そのいずれかを使うかまたは両方を使うようなことを行っています。で、まず最初が、まあ、こうスレッショルドディペンデントなんで、こう、まあ、こう最初、まあ、こう式位置を決めて、まあ、やる方法ですね。で、まあ、これはその、まあ、原文がずらっとあった中で各その原文で一番スコアが高い目的言語文を
まあ、探すんですけども、まあ、これはまあ CE と CH 同時に使うことはしなくて、まあ、それぞれどっちかを使うようなことになります。でこうこれはそうですね、あのただこうこうこのスコアを計算するときに、なんかある言語、あの A、あの言語のその順番ですね、 原文とまあ目的言語文があるんですけど、これ入れ替えるときに結果のスコアが変わってくるんで、まあそのどっちの言語の言語の方向であってもこう一番スコア高くなる目的言語文っていうのをのみを使うようにしています。で、まあまあ、今回のこの章は結構いろんなこう、まあ、一番高いければもうスコアに関わらず取れてしまうだとちょっとその誤検知が多くなってしまうんで、まあ、それを除外するために識値っていうのをまあ経験的に決定するような戦略になっています。で次がハイプレシジョンミディアムリコールで呼んでるもので、まあ、これはまあ基本的にはさっきのセッションズディペンデントと同じなんですけども、まあ、これはその CH と CE の両方っていうのを同時に使います。でこれはその両言語方向はまあさっき説明したんですけど、それかつその両表現、その単語ベクトルの合計でも一致するし、あ違う、単語ベクトルの合計から取れるかつそのはいですね、あのエンコーダーの内部状態の合計をしてもそのペアが取れるみたいな、なんかそう結構あのこういう厳しい条件でこう一致したペアのみっていうのを使っています。で、まあ、この CHCE っていうのをこう使ってやるというのって、そのさっき言ったみたいなものが取れるよ、あのさっき言ったみたいな合計値っていうのがこう減らせるので、こう、まあ、それはまあつまり CH と CE っていうの情報がこう補完的にこう測ることによってこう識値が不要になるっていうふうに説明されていて、まあ、これの章だとその識値を入れないっていうことですね。で次がミディアムプレシジョンハイリコールです。まあ、これもさっきの説明からまあまあ、つなげて説明すると、そのさっきの方法っていうのはこう結構制約が強いもので、まあ、なんで、まあ、プレシジョンは高くなるんですけど、まあ、リコールが下がるっていうようなまあ傾向にある方法です。でこっちの方法っていうのは、そのそれをちょっと緩めてやるっていうようなことをやっていて、その最高、さっきは最高スコアの目的言語文だけを使うって話だったんですけど、そうじゃなくてトップ N をまあ使うようにするようにしています。まあ、この研究の実験ではまあ N イコール2にしてやっています。で、まあ、その2つ表現あったんですけど、まあ、その両方の表現、まあ単語ベクトルの合計と、まあね、あの隠れ状態の合計を使うっていうのはもう同じなんですけども、そのさっきこの上にあるその、まあ、最高スコア、トップ N を使うっていうのは、まあ、その CH の話、あ CH においてこのトップ N を使うっていうようなことを行っています。で、まあ、最後は、まあ、ロープレッションハイリコールって呼んでしょうで、これはさっきのまあ、方法でそのソースターゲットっていうのと CHCE っていうのをこうお互いこう対象にこうな関係なんです。これを変えるっていうのが、まあこのロープレッション配備項っていうものです。で次に実験設定です。まあこれで最初はデータについて説明します。で、まあこの章最初にこう単語埋め込みっていうのをまあ学習させる必要があるんですけども、まあそれは Wikipedia のあのから取れるその記事を、まあ、こう全体を使って、まあ、学習しています。で あとペアは英語フランス語ですねやっています。でその実際にその繰り返しあの自己自己教師あり学習を行う上では、その教師ありで使うそのペアを取ってくる元となるデータっていうのは、その全体ではなくて、その言語間でリンクができる、そのある記事について英語で説明してるとフランス語で説明してるみたいな、そういう関係っていうのが取れる記事のみを使っています。なのでちょっと分数が減っている状態になっています。
で、学者するモデルは、まあ、OpenNFT で、構築していて、まあ、あとこう、NFT のモデルとしては LSTM と、まあ、トランスフォーマーの両方を実験しています。まあ、詳しい設定は、まあ、論文の方に書いてあります。で、今回、まあ、そのさっき LSTM と、まあ、トランスフォーマーで、まあ、あったんですけど、まあ、それと、まあ、あのそれと、まあ、これのあれですね、直積というか、まあ、こうなんでこう10これ、まあ、これ5個あるんですけど、まあ、10個のモデルで、まあ、実験をしています。で、まあ、1番目の SIMP っていうのが、まあ、ハイベシオンの、まあ、手法で、その、まあ、CHC を、まあ、使う、両方使う手法で、あとで、スコアリングとしては SIM、SIMIT、あれですね、コサイン SIMIT の関数を使うっていう手法になっていて、まあ、次のマージン P っていうのが、まあ、基本的には上の1つ目の SIMP と同じだけど、この SIM 関数じゃなくて、まあ、マージン関数を使うっていうやってます。では次のマージン R っていうのがこう、まあ、基本的にはその1つ目のマージン P と同じだけど、そのハイプレッションじゃなくてハイリコールを使う。で、まあ、次その次の、マージン H と、まあ、マージン H っていうのがまあ、これもさっきと同じ、あのマージン P と同じだけど CH だけを使う。で、まあ、CH だけ使う、片方だけ使うときっていうのは、まあ、色域を設定する、さっきの、セッションド、まあ、ディペンデントの方法なんで色域を設定したりとかって、まあ、今回は色域 1.0 で設定しています。で、まあ、その最後の E っていうのは、まあ、これ、あ、これはさっき、これも、まあ、マージン H とかマージン P とかと同じなんですけど、使うのが CH のみで、まあ、式位置は 1.2 っていうような、まあ、設定をしています。で、まあ、この5つと、あと、まあ、さっき、STM トランスフォーマーなんでを組み合わせるんで、まあ、まあ、2×5 で、まあ、10個のモデルを検証しています。で、まあ、結果がこちらで、この、まあ、グラフっていうのは横軸エポックにとって縦軸をそのまあ、学習に使われるペアの数ですねに、設定しています。で、まあ、赤がトランスフォーマー、青が LSTM になっていて、その状態でその学習が進んでいくと、まあ、取れるペア数が増えていくんですけど、まあ、それがちゃんとグラフで表すときにはこうなるっていうようなデータですね。で、まあ、このグラフから分かることではないんですけど、まあ、でもあの論文で説明されてたのが、その学習の前半っていうのはその、まあ、全然こうピアが取れてないと思うんですけど、まあ、それがまあ次2になった途端にこう一気にバンと取れるっていうような感じになってるんですけど、まあ、これはその学習の最初の方っていうのはその、まあ、ピアを探してくるときに数字とか固有表現みたいなものを含む分っていうのが選ばれるんですけど、その学習が進むについてこう、まあ、それだけじゃなくてちゃんとこうちゃんと複雑なその同じ複雑な分ででもこうその2つが同じ意味かみたいなことをこう判断してこう選ばれるようになるっていうようなことが起きているそうです。で、次が縦軸にそのさっきのグラフ縦軸にブルーを取った時のグラフで、まあ、これもまあ、これはトランスフォーマーで起きる、まあ、実験結果なんですけども、まあ、こうエポック化するについてこうブルーがこう向上していくのが分かっています。まあ、この傾向、まあ、これはトランスフォーマーの、まあ、1つのさっき、10個あるモデルの1つのグラフなんですけど、まあ、これは傾向は別に一般的にこういう風な傾向になるみたいです。で、次がそのブルーでそのさっきの手法と、まあ、あと従来研究との比較っていうのを行っています。で、まあ、この結果を見ると、まあ、どの辺がブルーに貢献してるかっていうのを見ると、まあ、関数あのあれですね、スコアリング関数として、まあ、シミュライティを使う、コサインシミュライティを使うか、まあ、マージンを使うかっていうようなその2つの差っていうのがこう明確にブルーに表れていることが分かります。で、逆にそのどういう表現を使うか、単語ベクトルの平均を使うのか、モデル、エンコーダーのニューステートを使うのかっていうのによる差はまあ小さいというふうに述べられています。で、ただ、まあ、そうなんですけど、そのさっき言ったマージン E、マージン H っていうのがその、まあ、っていうのはまあそれぞれ1個ずつ、あのマージン E っていうのはあの単語ベクトルの平均で、あ、平均じゃない、単語ベクトルの合計で、まあ、マージン1っていうのが、まあ、あの内部状態の合計なんですけど、まあ、それぞれどっちかしか使わないっていうよりも両方使った方があの、まあ、2から10ポイント高くなるような
結果になっています。で、まあ、この結果は、まあ、あとまあ従来研究と比較すると、そのアンスーパーバイズの MT と比較したときに、こうよりこれデータが違うんで完全にきれいに比較はできないんですけど、まあ、より少ないコーバスで、まあ、同程度の結果がこう得られている。で、逆に同じようなデータ量だったらより良い、さらに高い結果になっているっていうのが分かります。ただ、まあ、これっていうのは、その今回使っているそのデータの性質が全然違うものがありまして、そのアンサーバイズ NMT っていうのはモノリンガルなデータを使って学習されるものに対して、今回の手法っていうのはそのコンパラブルの対象コーバスを使っているんで、こう結構まあその辺がちょっと差としては大きくなる、まあ、要因だかなっていうふうに述べられています。最後にコンクルージョンです。この手法ではその翻訳の学習とデータの選択っていうのを同時に行っていく手法っていうのを提案しています。で、まあ、その同時に行うときに、そのお互いにその学習をサポートさせるような、まあ、自己共有者の形式をとっています。で、まあ、それを行っていく上で、その、まあ、特に注目すべき点というのが、データの選択とかを行っていく上で、まあ、使う表現、文表現の方法とか、あとまあ選択に使う関数ですね、まあ、マージンを取るのがいいのか締め取るのがいいのかっていうのに、まあ、注目したっていうのになっていて、で、まあ、これによってこうハイパーパラメータの設定っていうのをこう回避することがまあできています。で、最後はそのマージン、まあ、結果としてはまあそのマージンによってまあスコアリングして、まあ、かつその2つの文表現を組み合わせることっていうのがまあ重要だっていうふうにまあ述べてありました。と、以上で終わります。